酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日は、これは第3のビール、匠仕込み、朝日の匠仕込み。これなんかすっげえ安っぽいデザインだな。これよくあの業務用スーパーとかにさ、売ってるさ、すっげえクソまずいさ、やつに実に似ていた。てか本当に業務用スーパーで買ったからな、これ。最初、ん?と思って。あれ?と思ったら、あ、朝日が出してる。知らんメーカーがさ、作ってるさ、やつですげえ似てる。限定醸造。上質な苦味と飲み応え。国産希少ホップ一部使用。アルコール度数が 5%。 希少ホップとは世界生産量 1% 未満のホップのことです。原材料が、発泡酒かっこ麦芽とホップと大麦とコーンとスターチと、スピリッツかっこ大麦。原材料となる発泡酒を醸造しておりますって書いてある。どういうこと?これうめえんじゃねえか。だいたい生ビールとか第3のビールで、よくあるんだけど、朝日のスーパードライとかにあるパターンで。麦芽とホップと大麦とコーンとスターチって入ってるやつ、大体うめえんだよな。あれもそうなんだけどさ。キリンのラガーとかもそうなんだけど、コーンとスターチとか入ってたり、ホップの他に、うん。大麦とコーンとスターチとか入ってる。コーンとスターチがね、いい味するんだもん。本当に。よくある、麦芽 100% ビールとかっていうのは、麦芽と、麦芽と、なんだっけ、麦芽 100% だから、麦芽とホップのみのやつは、まあ、一番絞りとかですかね。間タグは、あんまり、面白い味しないんだよね。乾杯。久々にビール飲んだからが、やけにうまく感じるな。すっげえ香りが豊かに感じる。久々に飲んだ。10日ぶりぐらいにさ、ビール飲んだわ。なんかあれだ。ベビースターラーメン。今日のつまみはベビースターラーメンのラーメンおつまみ。匠仕込み。これデザイン以外は普通にうまいっす。これデザインはあれだけど。なんか最近流行りなんかな、この希少ホップ一部しようって。国産希少ホップ一部使用。こちら3月の27日新発売の商品です。
さえ渡る上質な苦味の飲み応えが楽しめる本格新ジャンル。国産、希少ホップ、一部使用など、厳選ホップと当社最新技術で、徹底的に雑味と苦、渋みを排除し、これまで新ジャンルにはない、冴え渡る上質な苦味を実現しました。ビールと同水準の苦味による飲み応えが楽しめ、一日の終わりのリフレッシュに最適な商品です。確かに苦い。これはあれだな。的を得ている。確かに苦い。結構シャープな、第3のビールにはないような苦味してますね。ただ、何を言うても結局あれだからな、限定醸造だからな。うめえうめえ言うてても、どうせ限定醸造なんで、まあ、通年販売はしないでしょ、これ。所詮一発屋ですね、これ。所詮一発屋。まあ仕方ねえんだけどさ。まあ、限定醸造のやつをね、飲んでうめえっつってもなんか、なんかあんまり嬉しくねえよな。どうせだったらうめえっつって、お、これ通年販売すんじゃん。よっしゃー。毎日買おうみたいな。そういうのじゃないね。結局3ヶ月ぐらいで死ぬから、これは。こいつは。ただ苦味だけは本格的なの、確かに。別にコクはないけど、これはあれだね。なんだろう、朝日らしさが出てるというか。なんか一線、一本筋を持っているような感じがするね。これ美味しいです。最近さ、ダガシカシっていうアニメ2期なんですけど、と、あと、タクノミってやつね。で、あれのね、まあ、15分間なんですけど、15分アニメ的なのなんか増えたじゃないですか。まあ、ポプテピピックとかもあれ15分アニメだと思うんですけど。まあ、ポプテピピックはあれ、俺大嫌いなんで、見ないんですけど、ね。さっぱり、1話目見て、さっぱり意味不明だったっけ、もういらねえわっつって、投げた。もう二度と見ねえと思ったよ。なんか人を小馬鹿にしたような態度。あれも二度と見ねえな、あれな。全然面白くなかった。で、宅飲みのね、今日ね、やってたんですよ。で、あれ見たんだけど、スーパードライでしたね。まさにこれ。これをね、まあいいや、朝日のスーパードライで、やってたんですけど。その前に、ニコニコの、さ、生放送でやってたんだけど、駄菓子菓子2なのに。あれ全然クソアニメになったよね。駄菓子菓子2もね。あれ1の1期だけで終わればよかったんじゃないか。なんか変なラブコメ目線になって、ラブコメみたいな感じになってさ、別に、それ見に来てるわけじゃねえんだけど。それに比べてお前、宅飲みはお前あれだよ。すげえ朝日スーパードライに、一本でこう、バシッとさ、スーパードライの特徴とかさ、そのさ、味の秘訣とかさ、なんかその、ね、昔はスーパードライ知ってましたか？宅飲み、見てた人間は知ってると思うけど。スーパードライって、これ僕ももともと知ってたんですけど、刺身に、当初から、開発当初から合うように、作られたらしいですね。まあ僕知らなかったですけどね。
うん。ええ、知らなかったです。全く知らなかったです。はあ、刺身に合うように作られたんだって。まあ、そんな裏話まで俺すら知らねえようなさ。裏話が飛んでくるときは。それに比べたの、駄菓子菓子のあのクソみたいな。クソアニメ感。もう見るん苦痛だったんです。正直。見るのが苦痛だったよ。ポップテピピックと同レベルのなんか、あれやね。見ててつまんねえくせになんか、つまんねえけどさ、その駄菓子菓子の次にさ、あるんだよ。その、宅飲みがね。宅飲みってアニメね。その、まあ、いわゆる酒とかを紹介っていうか、紹介するアニメなんだけど。すげえ面白いですね。それが15分。最初に、駄菓子菓子15分やって、その後に、宅飲み15分やるんですけど、だからお前そっち見ないとさ、前半部分見ねえとさ、はい終わんねえかなー、はい終わんねえかなー、このクソったれアニメ、みたいな感じで、見てたけど。まだ立ち悪い。立ち悪いよね、本当にね。ポプテピピックはもう見ねえわ、つって、ただ単に見なきゃいいだけの話。チャンネル、ピッて、リモコンでピッてさ、電源切りゃいいだけの話。だけど、駄菓子菓子は、いや、一期は面白かったな、めっちゃ。一期めっちゃ面白かった。二期になってからなんか、もともと駄菓子なんてあれだから。もう結局紹介しきれなくなったんじゃん、もうね。なくなったんだ、ネタが。間違いない。ネタがねえなったな、うん。おとなしく一気で終わってりゃよかった、うん。なんか変なラブコメ、主人公とさ、のラブコメ展開みたいなのが始まってさ、はい、終われ、このクソアニメ。はい、終われ、みたいな感じで。見てたな。うん。まあ、酒のね、つまみにもなるしね。まあ、宅飲みっていうアニメはね。まさに。まさに酒のつまみに合う。アニメでなかなかねえな。他にも前言ったけど、なんか、日本酒の、主に日本酒とかを、飲み歩く、28歳ぐらいの、なんか女が主人公の、変な、プシューとかいうやつ。うん、まあ、あれは、俺あんま見てないけど、あれ、アニメは見てないんだよね。あれなんか、ドラマのやつは見てんだけど。ドラマパターンは見てんだけど。割かし。アニメの方はあんま見てないね。いや、にしても今日は暑かった。これはあれだね。別に気象ホップ一部しようとか言ってもさ、知ったことはねえんだって。結局さ、多分そういうのじゃないと惹かれない、あれが、人間が増えたんだろうね。おそらくね。
小ホップ一部使用とかさ、ね、珍しいホップ使ってますよとか、ね、いうことを言わないとビールが売れなくなってきたんかもしれん。それはね、あり得る。だから、あの、駄菓子菓子は、あ、駄菓子菓子ね、宅飲みは本当にあれですよ。今やなんか、酒離れとか言われてますけど、若い者のね、まさに救世主のある存在の、うん、アニメですよね。本当に面白いよな、あれな。あれ、俺は酒が好きだからさ、まあ、だと思うんだけど、本当に面白いな。だから俺の知らねえこと、知識まで出てくるからな、酒のな。うん。へーってなる。結構知らないこと多いんだよな。俺なんかただ単に酒飲んでるだけだからな。結構知らないことを言ってくるんだわ。へー。なんかさ、わざわざさ、まあ、ぶっちゃけわざわざっていうこともないけどさ、わざわざ朝日のさ、スーパードライはさ、一番まあ、日本で一番売れてるけどさ、売れてますっていうビールだけど、その開発のさ、秘話的なところまでさ、ぶっ込んでこないじゃん。その、ググったりしないです、普通。まあ普通、つうか、まあ俺はしねえんだけど、うん。まあでも、朝日スーパードライは、まあまずいっていう人も結構いるんだけど、まあ俺は実は実に大好きなんですよね。うん。あれ、コクがあってうめえ。多分俺ぐらいだと思うね。コクがあるって言って飲んでるやつね。おそらく。普通の人はキレがあるとか、まあ真逆のこと言ってるんですよね。うん。全く逆のこと言ってるんですよ。だから、不思議にならなかったよね、あの当時。あの一番搾りがさ、つい最近リニューアルされましたけど、あれすげえコクが上がったじゃないですか。で、大体その以前は、その前、それより前はスーパードライがなんかコクがないとかって言われてて、結構2チャンネルとかで言われてたんです。で、その朝日スーパードライ、飲まない派は、一番搾り、キリン一番搾り飲んでたんですよ。だから俺は不思議でならなかった。キリンの一番搾りこそ一番コクがない、多分一番コクがない、まさに一番コクがないビールではないかと。国内でね、それほどすっげえ薄くて超まずかったんですよ。で、今はリニューアルしてうまくなったけどね。それより前なんてさ、まさに水というか炭酸レベルだったよね。ただの、なんかシュワシュワする液体を飲んでるのかのごとくの、恐ろしい薄さと、どこが一番絞りだっていうレベル。一番絞りって普通、濃いはずじゃないですか。それなのに全然濃くなかったから、多分まあわからへんけどな、ちょっとわかんなかったですね。だから、スーパードライはまあ、ワンチャンわかる。ワンチャンっていうか、ちょこっとわからんでもない。あれ薄いって言ってる人がな。うん。ただ、一番絞り濃い濃いって飲んでるバカはいるんだなと思ったね。多分結局のところ、あいつらって、まあ、言ってしまえば、多分一番絞りっていう、で、一番絞りだからできる、この、なんか濃さとかさ、宣伝してるから、多分宣伝に完全にあれなんだよね。よっこい、小一ってこう、乗っかってるんですよ。これはあれですね。まさにスーパードライの、この匠仕込みをちょっと、苦味だけスーパードライ、なんか非常に似てますね、これね。
まあ、あとは結構、アルコール臭が結構する。はするけど。まあ。だから一つ言えることは、まあ、人の味覚っていうのは面白いもんだなと。一度乗せられてしまうと、もう、多分なんかオウム真理教的な感じで、あれなんだろう、引き返せないんだろうな。マジで一番絞りは、国内最強に薄かった。と思いますね。今でも思ってるね、あれはね。まあ。まあ今となってはもうあれだからね。もう味変わったからあれ。もう味だいぶ濃くなったんで。まあ。だけど多分、濃くなったことすら知らないで多分飲んでると思いますね。ああいう人は。おそらく。おそらくね。え、一番搾り変わったの？っていうレベル。だからさ、あれと同じよ。前回言ったけどさ、かき氷ってさ、あれ色しか違わねえんだでっていうあのシロップね。あれの話よ。いかにして、色とかさ、先入観とかさ、もしくは宣伝効果とか、みたいに流されるかっていうの、人っていうのはね、まあ弱いもんだなと、思いましたね。まあ、これ美味しいっすね。これ美味しい。これは美味しい。22334で少しありました。